B5 占領は四国同盟戦争中の1719年10月、イギリスの遠征軍がスペイン王国の海岸に上陸し、B5、レドンデーラ、ポンテベドラを10日間占領した戦闘を。スペインは1719年ジャコバイト放棄に加担したが、グレンシールの戦いで敗れた。スペインへの報復として、イギリス軍はスペインへの打撃を準備した。遠征軍の総指揮官は、 初代コバム施策で、戦列艦4隻で構成された艦隊の指揮官は、ジェームズ・ミゲルス海軍中将が務めた。他には、ジョージ・ウェイド率いる6000人を乗せた爆弾船という操船数隻もあった。遠征は、同盟軍がしようと思えば、スペインの脆弱な海岸に簡単に攻撃を仕掛ける、ことが可能である、というスペインへの辞意としての側面もあり、 襲撃はスペインに交渉を迫るために、フランスによるスペイン東海岸への襲撃と同時に行われた。初代コバム施策、ジャンバティスト・バン・ロウ作、1740年頃、9月21日、遠征軍はファルマスを立ち、8日後に b ゴに到着した。艦隊はすぐに b ゴ港に入り、b ゴの町から3マイル離れた砂浜まで上陸した。10月1日、 カストロ要塞の向こうにあるサンセバスティアン要塞の城壁の下にある高台を占領し、b ゴの町と港を威嚇した。その夜、フィリップ・ホニーウッド順将率いる兵士800人はサンセバスティアンを強襲し、スペインの守備軍は不意をつかれ、大砲を破壊して取り出へ撤退した。2日後に爆弾を乗せたケッチが使用されたが射程が限定されたため効果が薄く、 代わりに9砲40門が艦隊から運ばれた。3日から4日、いくつかの工場用大砲が艦隊からサンセバスティアンに運ばれた。10月10日、激しい砲撃の中、砦の守備軍は数で上回られた上に救援軍の望みもなかったため、降伏を決意した。中流軍はドン・ファドリケ・ゴンサレスで外引き入るエスパニョール連隊の7個中隊。 バレンシア連隊の4個中隊だった。強襲と砲撃で、スペイン軍は300人の死傷者を出し、また降伏の時には469人しか残っていなかった。イギリス軍は戦死6人、負傷20人だった。多くの大砲、小型かかき、弾薬が見つけられ、露覚されたか破壊された。捕虜のスペイン軍からは、イギリス侵攻のための装備であることがわかり、 町にある大型砲60門と砦にある大砲43門が破壊された。港にある船7隻が脱出された。イギリス軍はワインの倉庫を見つけ、多くがそれを飲み、3日間騒ぎを起こした。コバム死者は残りのワインを戦利品に加えた。10月10日、コバム死者はジョージ・ウェイドに命じて、兵士と海兵隊1000人に輸送船4隻に乗って、 ポンテベドラ港に向かわせた。一方、すでに占領した b ゴに2000人を駐留させた後、B5 は内陸への進軍を命じた。少数の軍勢がレドンデーラに到着すると、守備軍がいないことがわかり、その古い要塞が瓦礫となっていたので、レドンデーラも B5 と同じ運命をたどった。ポンテベドラでは、イギリス軍が10月14日に上陸、スペイン軍の抵抗を跳ねつけた。 街を守っていたマリン要塞はジョン・ギゴンガー率いる敵団兵100人にと占領され、スペインの抵抗は崩壊してその日の終わりにはイギリス軍がポンテベドラを占領した。大砲86門が破壊され、兵器工場が放火された。ウェードはサンティアゴでコンポステーラに進行をちらつかせて4万ポンドを徴収した。完全なる成功を得て、 スペイン軍によるイギリスへの侵攻を阻止したことで、イギリス軍はもう占領を続ける意味がないと考えた。10月24日、コバムシャクは軍を乗船させ、2日後にイングランドへ戻るべく出航した。11月11日、ミゲルスは輸送船の大半と共にファルマスに到着した。戦利品は鉄重190丁、新中製の重重30丁。 火器 1>, 1万本、火薬2000バレルなどと大量であった。遠征は素早く行われ、その目的を300人失っただけで達成した。スペイン政府では、自国が同盟軍の襲撃に対して脆弱であることから、フランス戦線以外で新たな先端が開く、可能性が驚きをもって受け入れられた。ありがとうございます。